はい、皆さんおはようございます。今までね、動画いろいろ撮ってきたんですけど、全部マイクにつながっていなかったみたいなので、音結構響いてました。次回からね、音響かないようにマイクをつけて撮影とかをねしていくので、ちょっと今回まで我慢してください。それでは本編スタート。こんにちは、みなりんです。今回はバックパックを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。こちらのバックパックは Amazon で2239円で購入しました。カラーバリエーションについては、この黒色とグレーと黒の迷彩柄があります。その中でもね、この黒がかっこよかったので購入してみました。見た目はね、少しツヤがあるバックパックなんですけど、シートベルトの素材に近いっていうレビューもありました。こちらのバックパックは撥水加工されていますので、雨の日でもね使えます。はい、そしてサイズ感なんですけど、サイズ感は見ての通りになります。僕がね、身長170センチなんですけど、意外と見た目的には小さなサイズになっています。横幅が30センチ、縦幅が45センチ、そしてこう奥行きっていうのかな、そこが18センチになっています。そしてもう一つ、重量についてなんですけど、詳しく説明はねされていませんでした。身につけた感じはね、かなり軽いです。やっぱりね、このノートパソコンとかを持ち運ぶってなると、5キロとか6キロとか余裕で超えてくると思うんですよね。そこでね、このバックパック自体の重さが軽いっていうことはかなりおすすめできます。それでは中身の方を紹介していきましょう。はい、まず一番大きなね、収納スペースから見ていきます。あ、しましまなんだ。このようなね、しましま柄です。ここの収納スペースはノートパソコンを入れるためにあります。このような形で16インチは収納することができました。16インチが多分最大サイズですね。それ以上のサイズってなると、ここの横の幅が合わなくなるかもしれません。そしてここのチャックの部分には MacBook を充電するための充電器を収納するスペースに最適だと思います。こういった MacBook の充電器を収納することができます。ここにね、充電器を一つにまとめることができるので、かなりね便利です。そしてね、少し見えづらいんですけど、ここに小さいチャックがあります。 USB 給電するところになります。あとはね、ここの裏側に、ここに有線のイヤホンなどを差し込みます。あとはね、これをスマホなどの端末に差し込んで、バックパックをつけた状態で音楽を聴くことができます。そして表側にね、もう一つ、このね、マグネットでついてる収納スペースが一つあります。そうだね、ここにジンバルとか小さいミニ三脚などを入れることができます。編集重視の人にとってはマウスとかを入れるスペースになりそうです。今ね、例として出すんですけど、この DJI のジンバルを今ね、少し例えで入れるんですけど、まあギリギリのサイズかな、斜めにすれば入りますね。このジンバルのサイズとしては、この手首から肘までの長さになります。なのでね、自分の手首から肘までのサイズを測って見てみればね、少しサイズがわかるかと思います。これ収納した後にね、このチャックで閉じることによって、収納していないかのように見せることができるので、これいいですね。そして次に裏側ですね。ここにね、一つだけ収納スペースがあります。僕はね、裏側に収納するものは必ず財布とか貴重品って決めてるんですけど、皆さんにもね、これはおすすめしたいです。体に密着する部分にね、貴重品などを入れておくことで防犯につながるので、おすすめです。はい、いつもね使っている財布なんですけど、まあ、全然余裕で入りますね。サイズによっては長財布も入るくらいの大きさになっています。これは15センチの定規になるんですけど、こんな感じでね、長さ的には20センチくらいですね。20センチ以内のね、長財布だったら全然入ると思います。はい、収納スペースについては以上なんですけど、このね、両サイドにドリンクホルダーがあります。
こんな感じで、はい、こちらがドリンクホルダーになります。サイズ的には 500ml のペットボトルだったら多分ね入ります。スターバックスのタンブラーを持ってきました。全然問題なく入りますね。あ、意外と大きいんですね。自分の中指とね同じくらいの大きさのものだったら大体入ると思います。そしてこちらの無印良品の水筒なんですけど、こんな感じでね、こちらも余裕で入ります。あとね、これ少しサイズが小さすぎても歩ってるうちに抜ける可能性があるんですよ。なのでね、少し大きめの水筒でいいのかなと思います。はい、バッグについての説明はね以上になります。いかがだったでしょうか。このバックパックについてね、質問などあればコメント欄使っていってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。